こちら有の中町、丸亀製麺のすぐ前のローソンの、隣なんですけども、こちらのあの小さな神、この小さな神社なんですけども、あの木ももう伐採した方がいいですね。中があちらの方空洞化しています。で、そこの方はねちょっとどうなってるかよくわからないんですけども、右側の方の枝の方も中がかなり、空洞化が進んでいます。これ見てもらったら分かる通り、ああいう風な形ですね。ああいった場所も空洞化してます。右側の方ですね、根元の方。まあ、いつ倒れてきてもおかしくないといったところですね。